はい、皆さんおはようございます。今日はね、2月の18日日曜日になります。久しぶりの動画アップになるかなと思うんですけど、今までね、全然どこも行けてなかったわけではないんですよ。行くたんびにね、ちょっと動画がうまく撮れてなくてね、2、3回ちょっと動画をボツにしました。それで今日今向かってるのはね、まあこんな感じで天気が非常に良くってね、気温も今までみたいに寒いよ寒いってちょっと大騒ぎするような寒さではなくなってきたんで、まあ、今日もねメッシュのグローブで来たんですけどね、それぐらい暖かくなったということもあって、ちょっと家をねこの中古モンキーで出てきました。それで行き先ですけれども、行き先はね埼玉県の富士見市にあるね、瓶沼公園、こちらへねこれからちょっと行ってみたいと思ってます。昨年ねなんかリニューアルして、この瓶沼の公園のところが非常に綺麗になって、デイキャンプやねキャンプこんなのもねできるようになりましたよっていうのをちょっと耳にしたので、孫と遊びに行くのにもいいかなと思って、ちょっと今日ね下見に行ってみたいと思います。よかったらね今度ね、まあ、仲間とまたデイキャンプなのかキャンプなのか分かりませんけど、ちょっと行ってみたいなというふうに思ってます。はい、まもなくね瓶沼川になります。ここねヘラブナ釣りのメッカなんですよね。でね、無料駐車場がこことここ、あとはあそこかな、この3カ所駐車場もまだ空いてますね。この辺で勝手にタープ張ってる人とかもいますね。あそこもテント張ってるもんな。まあいいんでしょうね。でこの辺はパターゴルフになってんです。ちょっとね地図がないと難しいと思うんですけどね。ここがね有料の駐車場になります。1時間ごと100円、キャンプの人はね2000円って言ってましたね。ここよいしょ、ちょっとねバイク押していきたいと思います。みんな自転車の人とかどこ行ってんのかな、車で来んのか。ここは巨大遊具ですね。いやこれすごいな。あ、自転車置き場あるわ、ここ止めよう。よいしょ、すごいなあれ。ちょっと登ってみますか。富士見シティって書いてある。これ楽しいな子供。おお、8時半から7時まで。よし、上がってみましょう。よいしょ、あそこがさっきバイク止めた駐輪場ですね。で、いや疲れちゃった。ここがセンターハウス。多分ねこの手前のサンシェードの人たちは無料でね、単純にサンシェード貼ってるだけですね。
それであの奥はですね、デイキャンプエリアなのかな、あっちがキャンプエリアですね。確か林間のサイトになってるって言ってましたからね。なるほど。うん、ここが有料の駐車場。で、トイレはね、あそこだけみたいですね。キャンプの人も遊びの人も。はい、じゃあ降りてみます。はい、ただいまね、登ってきたのが、あの、展望台ですね。うん、ここ巨大遊具で、子供たちがすごいです。うん、楽しいよね、これね。それから管理棟がですね、あちらになりますので、ちょっとあっちの方行ってみたいと思います。50人お取りください。葉っぱ？うん、パークゴルフの受付。こっち側がキャンプとバーベキューの受付ですね。こんな軽食も食べれます。すごい、こんなのも売ってるじゃん。この切れ際100円。あー、ちょっとね、火遊びすんのにいいよね。こっちいくらなんだろう。こっちは3キロで1束1380円。お、ロゴス推しですね、ここ。ロゴスのレインジャケットとロゴスのテーブル売ってる。かわいいね、これ。なんかすごいね。ロゴス推しだから。よいしょ、じゃあ外出ます。よいしょ。ここが使用済みの炭捨てるとこですね。で、ここが瓶沼川になります。ほら、みんな釣りしてんですよね、メインはね。うん、あれすごいな。でも、あそこになんかマップがあるからあっち行ってみよう。ねえ、今ここにいます。ここが多目的広場で、あ、ここが管理棟。今ここにいっぱいテントがこういっぱい立ってるところ、あのテントっていうかサンシェード、これは多目的広場なんで、ここは無料なんですね。デイキャンプはこっちですね。で、キャンプ場がこっちということなんで、あの林の中、あの辺がそうなんだと思います。だ、この辺は全然無料なんですね。で、ここがパークゴルフと、
いうことですね。じゃあちょっと行ってみましょう。こっちがキャンプ広場ですね。すごいやっぱ人があれですね、少ない。まあ寒いですからね。よし、河原の方行ってみましょう。昔のみんなあえて土手に車を止めてね、釣りやってるんですね。吸い込み釣りか、すげえとこまで投げんな。お、かかってるかかってる。はい、じゃあ下見終了しましたんで、ちょっと戻りたいと思います。はい、それでは瓶沼川の自然公園をね、後にします。いや、ほんとね、昔から考えるとね、見違えちゃうぐらい綺麗になりましたけどね。でもまだ寒いせいか、やっぱりキャンプやってる方やね、デイキャンプやってる人は少なかったですね。まあサンシェードでね、サンシェード立てて子供と遊んでる人たちの数の方が目立ってましたけど、最近の公園の流行りですかね、そういう方たちは結構あちらこちらの公園にいますよね。こっちの方がいいかもしれない、こういうところで勝手にテント開いてやるのね。無料の駐車場で十分ですよね。ちょっとお金払ってっていうと抵抗あるかもしれない。歩っても大した距離じゃないんで、無料の駐車場が空いてればね、そちらを利用した方がいいですね。まあオートバイの場合は駐輪場ですね。はいはい、というわけで今日は瓶沼川のね、自然公園、こちらの方のね、下見に来ましたんで、その模様をね、お届けしました。まあ、これから少しずつ暖かくなってくればね、まあ私もちょっとまた、仲間とコーヒーでも飲みにね、あちこち行きたいなというふうに思ってます。それでは今日はこの辺で失礼いたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではバイバーイ。